FPS-5J、FPS-5 は、日本の防衛省が主導して開発し、航空自衛隊のレーダーサイトで運用されている、防空用の固定式警戒管制レーダー装置。通称は、ガメラレーダー。航空機や巡航ミサイルのみならず、弾道ミサイルの探知と追跡を目的とした、アクティブフェーズドアレーレーダーである。三菱電機製。 高さ約34メートルある六角中の建物の三つの側壁には、それぞれ巨大なレーダー面があり、その円形の覆いの模様が亀の甲羅のようである、ことから、大英の特撮怪獣ガメラにちなみ、ガメラレーダーとも呼ばれる。三面あるうちの中央面には、直径約18メートルの覆いの下に、LS バンドのレーダーが設置されており、これが航空機と、 弾道ミサイルに対処する主警戒面である。残りの2面には、直径約12メートルの大井の下に L バンドのレーダーがあり、航空機に対処する警戒面となっている。建物全体が回転できるため、必要に応じて公共位方向へ試行できる。隣接するレーダーの送信電波を受信することにより、ステルス機などの捕捉しにくい目標を検出できる、バイスタティックレーダーである。 また、故障部位を切り離し、残りの部分に機能を配分する、フォールトトレラント機能を持つ、基本機能と負荷機能を分離したモジュールで構成されている。実際に弾道ミサイルの飛来を探知した場合は、まず航空総体、BMD 統合任務部隊にデータが送信され、防衛省を経て、内閣総理大臣及び各省庁にデータが送られる。総務省は、 全国瞬時警報システムを通じて、マスメディアや地方公共団体に警報を伝達する。国民には、報道や防災無線を通じて、屋内退避などの自己防衛が指示される。将来的に、宇宙ゴミの監視に用いることも検討されている。未だ早期警戒衛星を保有していない日本では、既存のレーダーでは、北朝鮮の弾道ミサイル発射を早期探知することは、 不可能であった。そこで技術研究本部が1999年度から弾道ミサイル探知に対応したレーダーを開発名称 FPSXX として開発を開始した。まずは千葉県旭市に位置する第二研究所飯岡支所に作られた研究試作機によって技術試験を実施し2004年度からは同時に 航空開発実験集団電子開発実験群、飯岡試験評価隊が実用試験を行った。研究試作機は、主形解面と警戒面が一面ずつで、建物ごと回転させることができる。2005年度に開発が終了し研究試作機は解体される予定だったが、量産型配備まで運用研究を実施するとして残されることになった。 北朝鮮による2006年のミサイル発射実験では、弾道ミサイルが発射直後に空中分解したことから出番はなかったが、2009年のミサイル発射実験では、弾道ミサイルの追跡に成功している。ユーザ学分トン基地の JFPS-5 レーダー2006年度から2009年度に予算が計上され、2008年度から2011年度までに4機が配備された。 一期あたり約180億円。大型であることから取得費用のみならず、設置に向けての土木工事にも費用がかかるため、四期で調達を終了した。C 型までの三つのサブタイプがある。ありがとうございます。